続きまして富山県ラジオネームおもちもちもちももち。月曜日、堺。深海でワカメと一緒にゆらゆら揺れる。堺に気づいた深海魚に、お前堺だよなと聞かれるも、僕はサカメと答え、全く取り合わない。サカメ、僕はサカメ。全く取り合わない。ゆらゆら揺れながら言うでしょ。僕は坂で深海への方をもう全く見ずね。すごいですね。ステッカー差し上げましょう。くだらないな本当に。次ましてラジオネームおもちもちもちももち。火曜日、堺。土の中でカブトムシのさなぎと一緒に羽化を待つ。途中他のさなぎたちに、お前堺だよなと尋ねられるも、僕は堺と答え、全く取り合わない。堺つまんない言わない。僕はじゃねえよ。バカだな。続きまして東京都ラジオネームノラゴリラ。水曜日、サラダと一緒にコンビニの陳列棚に並ぶ堺。お前堺だよなと周囲のサラダから聞かれるが、まっすぐ前を見つめながら、僕は坂だと言うだけで全く取り合わない。なんだこのパターン。このシリーズ何なんだよ。坂だ、どういうことなのこれ。何なんなんで見ないんだよ答えるときに。続きまして、ラジオネームおもちもちもちももち。水曜日、堺。蚊と一緒に周りを飛び回り、人間の腕に止まって血を吸う。堺に気づいた蚊に、お前堺だよなと尋ねられるが、僕はさと答え、全く取り合わない。ダメ、ここまで応用来たらこのシリーズ終わり。さまでいったら終わりだね。さまでいったら終わりだね。終了ですよ。散々楽しいんだろう。